潮祭、潮祭、潮祭は、三島幸男の十作目の長編小説、中編小説とみなされることもある。三島の代表作の一つで、何度も映画化されるなど、一般的にも、人気の高い作品である。三重県戸橋に属する、歌島、現在の上島の古名を舞台に、若く純朴な恋人同士の恐怖と天が、いくつもの障害や困難を乗り越え、成就するまでを描いた。 純愛物語。古代ギリシアの三文作品、ダフニスとクロエに着想を得て書かれた作品である。1954年、昭和29年6月10日に、書き下ろしで新潮社より刊行された。たちまち、ベストセラーとなり、第1回、1954年度、新潮社文学賞を受賞した。刊行後すぐに、複数の映画会社が映画化をめぐり争奪戦となり、 アメリカでも翻訳出版されベストセラーとなった。文庫版は、翌1955年、昭和30年12月25日に、新潮文庫より刊行された。翻訳版は、メレディス・ウェザビーワケ、英代、ザ・サウンド・オブ・ウェイブスをはじめ、世界各国多数で行われている。1951年、昭和26年12月から1952年、 昭和27年5月にかけ初の世界旅行を経験した三島由紀夫は、詳細はアポロの杯を参照。その後、ギリシア熱が最高に達し、ラフニスとクロエのプロットを生かした小説を書くことを考え、古代ギリシアトルイエンのある、日本の素朴な存落共同体の生活感覚や、倫理観、宗教感覚や、 キリシアの神々のイメージと重なる日本の神々を背景として描ける場所を求めた。三島は水産庁に依頼し、都会の影響を少しも受けていず、風光明媚で経済的にもやや富裕な漁村を探してもらい、金華山沖の某島と三重県の上島を紹介された。そこで三島は万葉集の歌枕の豊かな地方で古典文学の名所に近い上島を選んだ。 早速現地に行って確かめた三島は、バーもパチンコ屋もなく、都会文明から隔絶した素朴な島すぐに気に、入り、漁業組合長の寺田総一の家に滞在し世話になることになった。上島を舞台に選んだ理由を三島は、日本で唯一、パチンコ店がない島だったからと、大倉小動機の長岡実にも語ったという。三島が元にした、万葉集に歌われている。 イラゴミサキには、潮祭、万葉仮名では、潮左たとなるという言葉が出てくる。この歌は、児藤天皇が、伊勢神宮参拝と船遊びを兼ねて、伊勢に旅した時に、と、飛鳥清見原の宮に残った、柿の元の人マが、お供をした人々の中の女官の一人を思って読んだ一種で、医療愚は、イラゴミサキもしくは、上島のことである。現代訳は、以下の意味になる。 1953年、昭和28年3月と、8月から9月に、三島は取材のため飛ば港から上島を訪れ、八代神社、上島灯台、未適所、島民の生活、霊細神事、漁港、歴史、雨や漁船員の仕事や生活、台風などについて、つぶさに観察して、ノートを取った。三島は、上島滞在中に、川端や須への手紙の中で、 金時期のようなデカダン小説とは正反対の健康な書き下ろし小説を書くために調査に来ていると伝えている。三島は金時期の次の長編物の構想として次のようなノートを残している。既成道徳と対決した金時期にし、潮祭は既成道徳の経営者たちの幸福な物語だとする未発表のメモ倉庫をある。また、潮祭の翌年に発表した追筆。 小説家の休暇の中では、滅んだギリシアに孤独な愛化を捧げた、ヘルデルリーンのキューペリオン、三島の愛読書に触れつつ、古代の多神教的自然の偽人家、プシュケと科学により、自然を征服しその脅威をおおむね克服した、近代社会における人間と自然との対立みについて語り、使用祭で描こうとした自然を、ギリシア的自然、 ヒューペリオン的孤独を将来せぬところの格好たる共同体意識に裏付けられた唯意心論的自然だったとしている。三島はヘルダーリンに共鳴しつつも彼がギリシアに捧げた愛家の孤独でなくギリシアと似た多神教的な共同体意識を現代の中から再発見しようという意図の下とで面使いの神のご加護を信じて豊穣な自然と一体化して生きている青年を 造形し主人公とした。伊勢湾に浮かぶ、歌島で漁師をしている、久保真治は、貧しい家に、母と弟と暮らす18歳の若者であった。ある日、ニリハリは、浜で、見覚えのない少女を見かけ、なんとなく心を惹かれる。少女は砂浜に座り、じっと西の海の空を見つめていた。少女、初江は、村の有力者で金持ちの家。 宮田テラシ吉の娘であった。初江は養女に出されていたが、小吉の後取りの一人息子、初江の兄が死んだため島に呼び戻されたのであった。それまで恋愛を知らない兄張は、初江の名前を聞くだけで、方がほてり鼓動が激しくなる自分の感情がよく、わからなかった。しかし間的症後、原文は未適症。 旧陸軍が、イラゴ岬から撃つ大砲の死者団の断着観測を、したコンクリート製の施設跡で、偶然、鉢合わせしたり、ニーハリが浜で落とした、給料袋を初江が拾ったり、東大町の家でも顔を合わせた二人は、お互い相手に惹かれている自分の気持ちに気づくようになる。雨の降る給料帯に、鑑定記で初江と待ち合わせの約束をしたニーハリは、嵐の当日、先に到着し、 初江を待っていたが、焚き火に温められるうちにうとうとと眠ってしまった。太目が覚めて気がつくと、初江が肌着を脱いで乾かしているのが見えた。裸を見られた初江は、羞恥心からニーハリにも裸になるように言う。裸になったニーハリに向かって、さらに初江は、その火を飛び越して来い。その日を飛び越して来たらと言った。火を飛び越したニーハリと初江は、裸のままだきあが、 初江の今はいかん。私、あんたの嫁さんになることに決めたものという、近いと、新張の道徳に対する経験者から二人は衝動を抑えた。東大長の娘で大学の春休みで帰省していた、千代子は、ちょうど新張と初江が一緒に帰る姿を見てしまう。新張に気があった千代子は初江に嫉妬し、川本康夫に告げ口をした。有力者の息子、川本康は、 自分が初江の入り婿になるのだと吹聴していたから、面目が潰れた。安を愛夜中、水込みに出た初江を襲おうとするが、八逃げ期待されてしまった。やがて、ニー張と初江の噂は、小吉の耳にも入り、小吉は、娘とニー張が会うことを禁じた。気落ちする二人にとって秘密裏に交換する手紙だけが、唯一の絆だった。気なげな二人に、ニー張の親方。 十吉が加勢し、仲間の隆二が郵便屋をしてくれた。年配の尼たちも、初江のまだつぼみのようなちぶさを見て、初江が処女だと見抜き二人の悪い噂が嘘だと解する。そんな折、規範船うたし丸の船長が、船員修行の推、甲板見習いために船に乗り組まないかと荷張りを誘った。宇多島丸は、小吉の持船の貨物船で、 安尾も同線するらしかった。小吉は安尾に初江との婚約の条件として、この修行を申し渡したのだという。新井張の心には、不安と悲しみと、それから、一縷の希望が湧いた。船が沖縄の那覇港から、運転港に入った時台風に襲われた。船を繋ぎ止めていたワイヤーが切れ、命綱を、不評、部位につなぐしか手はなくなった。 誰もが尻込みする中、ニーハリが志願して、荒海に飛び込んだ。力の限り泳いだ若者、ニーハリの活躍で、歌島丸は救われた。初江とニーハリの悪い噂を流した、千代子の東京からの食材の手紙を読んだ、東大長夫人や、義教心に駆られた天たちが、ニーハリと初江の中を取り持ってやろうと、小吉の家に、直談判にやってきた。 女たちがやきもきする中、小吉は、新張と安尾を試すために自分が船に乗り込ませたのだと言った。小吉はすでに、新張を無婿にすると決めたところだった。新張と初江の願いは成就し、二人は、東大で美しい夜の光を眺める。潮祭は、仮面の告白、金閣寺など三等の他の純文学系統とは、色合いが異なり、話にも、難解。 限界な要素がなく、近代小説としては、珍しく素直に青春の恋愛物語を描いた、牧歌的な作品ある。また、幅広い人気を博し、異例とも言える5回もの映画化もなされ、三島作品の中で最も多くの、文学全集に取られている作品でもある。漫画日本昔話などで、アニメ化もされ、2013年、平成25年には、 テレビドラマ、アマちゃん内に登場する架空の映画、使用祭のメモリーに、使用祭をパロディ化した内容が含まれるなど、スタンダードな作品として定着している。しかし、成功した代表作でありながらも、当時の分断的な評価には、賛否が分かれるところもあった。週刊朝日は、現実離れした小説だとし、牧歌的な恋物語はいいが、アメリカ映画的な、 普通な場面が感動を呼ばないと批判した。海の視覚的な描写は鮮明で鋭敏だが、海の匂いやどよめきが聞こえず、その筋立てや人物造形が類型的で、神話やおとぎ話、人情講談の類でしかないといった寺田通や磯貝秀夫の表もあり、日本の旧式の道徳や貧しい漁村を賛美しているといった中野茂春によるオリエンタリズムに対する批判もあった。 そういった批判があったことについて三党は、この小説の採用している古代風の共同体倫理は、書かれた当時、進歩派の攻撃を受けたものであるが、日本人はどんなに変つても、その底に、こうした倫理観を隠していることは、その後段々に証明されていると記している。その一方、批判的批評に対し、中村真一郎は、塩採用。 近代的な意味での小説ではなく物語だとした上で、三島氏は近代的な小説家であると同時に、この作品によって最も通列な近代小説の下毒剤の製造家となったとし、個性や自我を描くことに偏重していた近代小説への布石として、使用債が果たした意味を積極的に評価し、松本鶴もポピュラリティに因しながらも、その彼方に何が存在するかを 意識的に実験した小説だとしている。また、清水文雄は、花盛りの森から見られていた、三島の海への憧れが、ここに一遍の記念すべき作品を結実させたと、表している。マルグリット・ユルスナールは、三島の黒い傑作が、仮面の告白、赤い傑作が、金閣寺とすれば、使用材は、透明な傑作だとし、それは、一般に作家が、 その生涯に一度しか書けいような、あの幸福な書物の一つであり、その華やかな大成功のために、気難しい読者にはうさんくさく映ってしまうような作品の一つでもあると、以下のように、こう評価している。またユレスナールは、有名な焚き火のシーンを男女混浴が根付いている日本では、突飛なシーンではなく、その戯れは、神道の日の儀式に近いとしている。また、 荒海と戦うニーハリをレアンドロスよりたくましい若者、ハツエを平老よりもつつましい娘だとし、動物の世界の一体がそうであるように、最後には詩人のために二つの存在に分裂した一種の両性具有のイメージを実現しているかのようだと解説している。柴田勝次はニーハリとハツエを結ばせる多動的な力の一つとして、 にいはりの信仰している八大神社に祀られた、わたつみ命に触れ、八代神社が、伊勢神宮と深い縁を持ち、両者を媒介している、太陽への崇敬と、三島が主人公に造形した、ギリシャ的な要素の共通性を鑑み、その信仰の実体性が、ギリシャ、神島、伊勢の連環によって、伊勢神宮に祀られる、アマテラス大臣に向かう方向性を帯びることが、 この作品に密かに込められた木とであったとし、最終的に、真寺と初江の結婚を許可する、宮田昭吉の名前もに、伊勢神宮の宮戸アマテラス大臣の、章から取られていると考察している。そして、柴田は、伊勢神宮の神仙のうちでも、最重要視されたのがアワビであることと、アワビが、常よに続く、海の霊のシンボル的な存在であり、 アワビの産地に近いことが、神宮が伊勢に定められた理由の一つだとする、矢野健一の研究に触れつつ、特に島のアマの取るアワビは、新鮮として供されることが特徴的だったことから、優れた技能を持ったアマである発揚が、アワビを取る競争で一番になることに、発揚の輪郭がより具体的に、伊勢神宮の神に仕える人間としての側面が、はらんでいることを指摘し、また、 別の土地から歌島へ戻ってきた初江と天テラス大臣の憑依を受けた大和姫命に共通する移動性と海産物や海民との深い類縁を考察している。また、近時期の雄一の大人ギラヒに見られるように、三島が戦中戦後に持ち続けていた対米関係の意識や日本の民族文化の同一性に対する意識が三島の中に一貫してあることが うかえるのを、柴田は鑑み、潮騒でニーハリが向かった、沖縄の運転を、戦時中米軍が最初に上陸した地点であると、三島が記し、打ちひしがれてと表現しているところから、沖縄の民衆の存在がほのめかされているとし、その場所で、ニーハリが船を救う活躍を見せる行動に、着目している。そして、沖縄というトポスが、三島作品で明確に姿を表すのは、 陳設弓張り好きにおいて主人公が最後に琉球で君主への忠誠を尽くして天空へ去っていく場面でありその背後には沖縄に霊的な世界を求めた折口忍の眼差しの取り込みがあると柴田は推測しつつ潮祭のニーハリが海の男として成熟するイニシエーションにも霊的な側面を想定することもかざと見ている佐藤秀明はニーハリと 初絵という名前について、恋愛という行動に対して二人が未経験であり、そこに新しくあるいは初めて足を踏み入れる人間であることを物語るとし、ハ哲リ・は二人が初めて抱き合うのが廃墟となった完璧賞であるという設定から、廃線による廃墟の日本から、どのような新生日本を作り上げていくべきであるかという課題が示唆されていとして、それが、 国海の偶意となると解説している。柴田勝次はさらに、佐藤と羽鳥の考察に加味し、ニーハリが初江の体に到達するために、炎を乗り越えていく行動には、戦果を超える意味がはらまれているとしている。また羽鳥は、正吉がニーハリを認めた場面の言葉に、示唆されているように、人を家柄や財産で評価せず、気力で評価するような国が、三島の描いていた。 神聖日本の理想であるとし、それを敷衍した柴田は、三島の念頭にあった、新しい日本のあり方は、明らかに、台米従属から断ち切られ、真の独立を勝ち得ることであり、それが、太陽と海を結託させた地点になり立つ日の神、アマテラス大臣に支えられることによって成就されるというのが、三島がこの作品に託したビジョンに他ならないと、論考している。初めて、 上島を訪れ滞在した三島は、次のように述べている。真っ黒に日焼けした島民の中では、見慣れない色白の三島の姿は目を引き、組合長のとこには、親戚の病人が療養に来ている、そうだなどの噂が立ち始めていた。ある日に、三島が、組合のあたりを歩いていると、一人の牢屋が近づき、三島の頭の先から、つま先まで主催に観察した後、これ、 どこの小屋井のと側にいる人に聞いていた。しかし次第に、島民たちと顔馴染みになり、島の素朴な人情に触れる生活を送った。その後も三島は、上島は忘れがたい島であると懐かしみ、人情は素朴で強情で、なかなかプライドが強くて、都会を軽蔑しているところが気に入ったと述べつつ、例えば地方へ行き、田舎の人の都会に対する、地方的劣等感に合うほど嫌なものはないが、 神島にはそういうところがなかったと述解している。また、偏僻な漁村などに行くと、確かにそこには古代ギリシアに似た生活感情が流れている。そして、顔も都会人より立派で美しい。私はどうも日本人の美しい顔は農漁村にしかないのではないかという気がしていると述べている。そして島がいずれ都会と同じように発展して行くであろうことに、 一末の寂しさを思いながら、上島の行く末についても語っている。三重県及び、鳥羽市は、潮祭を観光資源として活用している。上島港を降りて、すぐに、三島文学集祭の地と刻まれた文学碑があり、定期船乗り場近くには、潮祭公園もある。新井張と初江が焚き火を境にして、羅針で向かい合った場所、観的賞跡や、 二人が手を合わせた八代神社は観光コースとなっており、三島が執筆取材中に宿泊した漁師の組合長の寺、伝卓も人気が高いスポットで、三島が使用した机も残されている。また、法上を祈るため、八代神社で行われる太陽信仰の祭りとも言われる由緒ある、伝行寺のゲーター祭りなどか三島には、数多くの年中行事が今に伝えられているが、 2001年、平成13年からは、地域の子供たちの活動から、上島潮最大庫と名付けられた太鼓演奏の行事も、まれている。2006年、平成18年に、上島は、愛を誓いプロポーズをするのにふさわしい、観光スポットとして、恋人の聖地の30カ所の一つに選ばれ、上島島大そばの広場に記念プレートが、設置されている。また、跡は、 耐震補強を施され、文学費や公園も整備され、2013年、平成25年6月2日に完成記念式典が行われた。それを記念し、映画で初映を演じた吉永さゆりが上島を訪れ、49年ぶりに漁民たちと対面することとなった。なお、撮影当時20歳だった組合長の息子、寺田新吉は、新井張役の浜田光雄の代わりに、 死刑の海へ飛び込むシーンにスタントマンとして出演していた。これまで5度映画化された2017年3月、現在、第一作目は三島も映画ロケを見物している。三島には、歌劇、使用際の構想もあり、4幕からなる歌劇大本能とが残されている。ストーリーは小説とはやや異なり簡略化され、水組場で、 ヤスオに襲われそうになる初ツを、ニーハリが助けて二人が結ばれる展開となっている。そして、テラシアとニーハリの母の構想に悲観した初ツが、闘神し、ニーハリが救いに行き、恋の勝利となる。フィナーレはギョフラ大勢の、神を称える船での大合唱となる。ニーハリ、テノール、初ツソプラノ、ヤスオ、テノール、チヨコ、ソプラノ、ニーハリの母、アルト、 テラシやバス、小間物やバリトン、子供たち、アマたち、漁夫たち。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。